リチウムイオン電池を潜水艦に搭載する凄さを解説します。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、日本が世界初の偉業、リチウムイオン電池を潜水艦に搭載する凄さとは、をお送りします。世界初リチウムイオン電池搭載鴎竜。2020年3月5日、海上自衛隊の潜水艦鴎竜が就役しました。艦名の由来は、豊富な知識を持つ縁起のいい竜を意味する鴎竜です。実はこの鴎竜、世界で初めてリチウムイオン電池を搭載した潜水艦なのです。リチウムイオン電池を搭載することで電池容量が増大し、性能が大幅にアップしたことで世界中の注目を集めました。そのため現在は世界各国でリチウムイオン電池を搭載する潜水艦の研究が進められています。それは周辺国も同じで、韓国はリチウムイオン電池搭載の潜水艦トサン・アンチャン補給 KSS-3 の建造を発表しました。しかしリチウムイオン電池を扱うには最先端の技術力が必要です。その難しさをまずはご紹介します。リチウムイオン電池の利点の数々。古くから潜水艦には鉛蓄電池を搭載するのが一般的でした。鉛蓄電池は大容量で高い電圧を取り出すことができます。コストパフォーマンスも良く、長い間潜水艦に使用されてきました。しかし鉛蓄電池は重すぎるのが難点と言われてきました。そのため鉛蓄電池よりも軽く高性能な電池の開発が求められてきました。そして1980年代から急速に研究開発が進み、スポットを当てられたのがリチウムイオン電池です。このリチウムイオン電池は、身近なところではスマホの電池などに使われています。軽くて高出力であることが特徴です。リチウムイオン電池の最初の製品が参上したのは1991年のこと。それまで一般的だった鉛蓄電池を淘汰する勢いで世界中に急速に広まりました。これはリチウムイオン電池に利点がたくさんあったためです。その利点を羅列すると、次のようなものが挙げられます。高エネルギー密度のため、より多くの電力を蓄え放電が可能。長寿命のため、電池交換の回数が減らせる。高い充電効率があるため、充電時間が短縮できる。優れた放電特性があるため、大電流で十分な容量を取り出すことが可能。水素ガスの発生がないため、安全確保対策が不要。メンテナンスが不要。これだけのメリットがあるのですから、このリチウムイオン電池を潜水艦にも採用したいと世界各国は考えました。ところがこの取り組みが順調に進んだのは最初だけだったのです。リチウムイオン電池の問題点。リチウムイオン電池の潜水艦への搭載は難航しました。その原因は、リチウムイオン電池が持つ3つの弱点のためです。 1. 過剰に充電や放電がされると回路がショートしてしまう。 2. 高温で熱暴走を起こす。 3. 衝撃を受けると爆発する恐れがある。衝撃で爆発するというのはかなり厳しい弱点ですよね。潜水艦は戦闘時に使用されることもありますし、もし爆発やショートをしてしまえば乗員の命はありません。長い間鉛蓄電池が潜水艦に使われていたのは、潜水艦が置かれる過酷な状況にも耐えられるからでした。いくら軽量で高出力といっても、爆発しやすい電池を採用するわけにはいきません。リチウムイオン電池が潜水艦に搭載されるためには、先ほどの3つの弱点を克服する必要があったのです。完成まで20年、リチウムイオン電池の潜水艦搭載技術。世界中でこの3つの難題を克服するために研究が続けられました。当然日本でも研究がされてきました。日本国内では GS 湯浅テクノロジーが研究開発に手を挙げました。この会社は1990年代から潜水艦用鉛蓄電池の製造をしています。そして2000年頃から潜水艦用のリチウムイオン電池開発に注力したのです。開発開始から5年後の2005年、試作品を完成させました。
しかし安全上及び設計上の懸念があり、搭載するまでに至りませんでした。懸念されたのはリチウムイオン電池が軽すぎることです。通常潜水艦用の主軸電池は艦艇の一番下の部分に搭載されます。実は最下部に搭載され重量がある鉛蓄電池はバラスト、潜水艦でいう重りの役割も担っていたのです。現行潜水艦に搭載されている鉛蓄電池は480個あります。仮にそれらすべてをリチウムイオン電池に転換すると、単純計算で約70トンも潜水艦の重量は軽くなってしまうのです。70トン以上軽くなると潜水艦の設計自体を見直す必要が出てきます。単に電池を変えればいいという話ではなくなるのです。このことが導入の実現に時間がかかった一因でもありました。しかし日本は GS 湯浅テクノロジーとともにその後も諦めずに研究開発を続けました。2011年からはリチウムイオン電池の潜水艦搭載技術の研究を開始していきました。そして GS 湯浅テクノロジーがリチウムイオン電池の研究を開始して20年経った2020年、双流型11番艦鴎竜への搭載が決定しました。ついに努力が実り、リチウムイオン電池の潜水艦搭載技術が開発されたのです。韓国の国際潜水艦は実は多国産？日本が20年もかけてようやく完成したリチウムイオン電池の潜水艦搭載技術です。韓国は簡単に開発ができたのでしょうか？発表されていたリチウムイオン電池搭載の潜水艦 KSS-3 には実はからくりがありました。国産の潜水艦と言われていますが、実際には韓国国内に設立されたバブコックインターナショナル社というイギリス企業が開発していたのです。確かに自国内で設計されたのですが、韓国企業ではありません。そのため何かトラブルが起きたとしてもすぐに細かく対応することは難しいと考えられます。それでは適切な運用ができるかは疑問です。さらにこの搭載予定のリチウムイオン電池はサムスンが開発する予定です。サムスンといえばたびたび製造したスマホで電池が原因の一端とする発火事故を起こしています。スマホの電池より緻密な技術が必要な潜水艦用の電池をどこまできちんと作ることができるのか、少し不安な気持ちになってしまいますね。果たして本当に開発できるのかを含めて今後の動向を見守りたいと思います。実践での経験値から生まれた日本の技術力。日本は潜水艦における高い技術を有しています。これはこれまでの実際の戦闘経験による経験値の蓄積によるものです。日本の旧海軍は先の太平洋戦争において潜水艦を用い犠牲を払いながら戦果を上げました。日本は潜水艦による実戦で多くの攻撃を受け、さまざまな教訓を得たのです。そのため他の国には決して真似できないような工夫もしています。例えば潜水艦の肝である電池を守るため、日本の潜水艦は電池の設計部分にさまざまな工夫を施しています。攻撃に耐えるために隔壁を設置し、電池と電池の間には緩衝材を入れるなど、実戦でのノウハウを生かした設計をしているのです。実際の戦闘に備えた工夫が必要なことはリチウムイオン電池搭載の潜水艦開発も同じです。戦力として運用できる艦隊を作り上げるためには途方もない時間や経験、技術力が必要になります。今まで常識だった鉛蓄電池からリチウムイオン電池に転換することは潜水艦革命と言ってもいいでしょう。さまざまな難題を乗り越え、リチウムイオン電池の搭載を実現したことで日本の潜水艦の能力は飛躍しました。潜水時間も大幅にアップしていきました。潜水艦の心臓部である電池は乗組員たちにとっては生死に直結する部分。彼らが命を預けるに至る研究開発を成し遂げた GS 湯浅テクノロジーの努力には頭が下がります。あなたは日本がリチウムイオン電池搭載の潜水艦を作ったことについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。
またあなたとお会いできること楽しみにしていますね。